中央口を北側から眺める。高架下後新たに開設された西口改札内コンコースを中央口側から眺める。池袋方面ホームから反応方面を眺める。北東ピアレスから石井公園駅は東京都練馬区石井町3丁目にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SI10 都立石井公園に隣接。 特急並びに平日朝ラッシュ時に運行される通勤・準急を除いた全旅客営業列車が停車する。終日にわたって当駅発着の列車が設定されている。管区町、駅長配置駅であり、石神井公園駅管区として練馬高野台駅や吉駅間の各駅を管理している。駅の北口は1978年に貨物駅の縮小によって、 ようやく開かれた。バス等との連絡は悪かったが、踏切を渡らなければならない不便は解消した。2012年には高架化が完成しそれに伴い、北口、南口が廃止され、中央口と西口となるなど、駅はその姿を大きく変えている。島式ホーム2面4線を有する高架駅。西武池袋線は当駅を境に、反能駅までが、伏線。 練馬駅までが福福線である。そのため福線の大泉学園駅側に引き上げ線を備え、当駅発着の列車も福都新線や有楽町線、直通列車を中心に多数設定されている。ホームは、それぞれ有効長210メートル、福音が最大10メートルである。中央部には、冷暖房完備の待合室が設置され、屋根を支える支柱は、 石神公園の木々をイメージした衣装となっている。地上階との間には、池袋方に、階段、所沢方に、エスカレーター、中央部に、エレベーターが設置されている。改札口は、地上階の東西に方向に設けられている。改札内には床に、石神公園の水門をイメージした衣装が、施されており、西口改札脇にはトイレが設置されている。 定期券自動発売機設置駅。駅舎の外装は、ネリーマク内在住在学の小中学、高校の学生を対象としたデザインがコンテストが行われ、その入賞作品21点からアイデアを抽出して設計された。特に、駅前広場に面する部位に設けられたアーチ状のモニュメントは、コンテスト最優秀小作品から採用されたデザインである。 かつては駅舎及び改札口が南北両方にある地上駅で改札内の古線橋でホームと駅舎を連絡する構造であった。駅の南北を移動するには近接の開かずの踏切として悪名高い踏切を利用する必要があったが、工日の高架化工事に伴い立体交差化され利便性が向上した。高架化以前は島式ホーム2面3線で抽選は 上りと下りとで共用だった。また4番ホームの北隣に留置線が2本存在し、うち1本が車両留置や上り回送列車の対比に使われていた。練馬駅付近で高架改良工事が行われていた頃、線路が分断されたため都島線を終日練馬、豊島園間の折り返し運転とし、池袋豊島園間の各駅停車を池袋練馬間の運転としていた時期がある。 この際、一部列車を除き練馬東駅間を改装扱いとし、ホーム北側の留置線にて折り返し、待機としていた。西武池袋線の高架複々線化事業は、桜台駅から東駅を経て、大泉学園駅まで実施された。ただし1971年の年、計画決定当初は、桜台駅から東駅まで区間を、高架複々線化とされていた。 この当初計画区間の中でも当駅、練馬高の大駅間の高架化は一番遅れたが、それは東京外環自動車道との交差方法について調整が難航したからである。最終的に鉄道線が高価で走るという形で、交差方法が決まったことで、当駅の改良工事などの方針が決定し、また都市計画自体も2005年6月に大泉学園駅付近まで高架化を延長する。 形に変更されている。地上駅から、高架駅へと建て替える工事手順は、以下にて進められた。2007年8月から工事に着手。古選橋を廃止して、仮設地下通路を設ける。留置線があった区間を上り線を先に、高架2000へと建て替える。先に、高架2000化された結果、発生した、常用土地部分を折り一線を高架化して、地下通路を廃止。 最後残った一線を、高架線へと建て替える。2020年度の1日平均乗降人員は6万1897人で、ある。西武鉄道全92駅中、第9位。池袋線、池袋所沢間の途中駅で急行系列車の、すべてが停車する駅だが、快速急行と急行と快速が通過する、大泉学園駅より、乗降人員は少ない。 1981年当時の同駅の乗降客は6万7千人で大泉学園に続いて2番目だった。1994年に練馬高野タ駅が近隣に開設されて以降減少傾向にあったが、2000年代に入ってからは駅前再開発もあり、転じて増加傾向にある。2010年から2011年までは伸びが止まっていたが、 2012年からはまた増加傾向にあり、2017年度には1日平均乗降人員が8万人を突破、2018年度には秋津駅の乗降人員を上回った。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。石神井公園駅北東2021年5月、石神井公園駅北西石神井。 公園駅南側、石神公園駅南側よる同駅には南北2つの駅前広場があり、それぞれバスロータリーが整備されている。2015年に高架化が完成したことにより、富士街道との交差部など開かずの踏切が解消され、南北の移動がスムーズになった。西部は石神公園駅エリアを住んでいてよかったがい、住んでみたくなる街、都心と郊外、 二つの魅力ある暮らしをテーマに再開発の重点地区に位置づけており、西武線、ウェ線のイメージを形成していく上でのシンボルプロジェクトとしている。その一環として、高架下などを利用したエミナード石神公園が完成。駅中駅、地下商業施設、エミオウエストサウスノースイーストなどで構成され、2013年秋より順次開業した。 駅北口は高級スーパーのクイーンーセタンやショッピングモールが入ったピアレス石神公園があり、南口は石神公園へと通じる商店街や拡幅したバス通りが広がる。石神公園は南に坂を下ったところにあり、近くには石神川も流れる。その石神川は武蔵野大地の湧水が流れ込んでいるため、透き通っていて、川沿いはソメイ野シノの名所で知られる。 かつて南口ロータリー発着のバスは、人通りが多く狭いな南口商店街を走っており、誘導員が常駐していたが、2021年3月より、新たに整備された、駅東側のバス通りを経由することとなった。同バス通りは、三原第一丁目付近から、石神井公園近くまでの区間、河津桜が植えられ、桜並木として整備されている。 石神公園駅周辺はかつては、声優とライフ、マナマートしかない時代が長かったが、クイーンズイセタンを皮切りに、サミット、ヨークフーズと有名チェーン店が古典ひしめく。戦前の時代、駅の西側一帯は、関東大震災後に急遽、仮校舎を建てて翌年移ってきた、東京商科大学の旧地であった。石神公園、 石神池と気象部2021.5石神公園の八重桜並木と観音堂2021.2三歩寺の竹林公園自社史跡河川道路石神ガート遊歩道桜の辻公園にはソメイヨシノが川沿いは河津桜が植えられている2021.5商業施設公共施設などスポーツ娯楽施設など郵便局 金融機関医療機関練り巻く、石神公園駅北口高架沿い道路から見える、山駅北口の高架沿いの地上道路から、北西方面の山が眺望できる。ピアレスから、ライフのあたりまで眺望エリアが続く。石神公園駅は高架化に伴い北口、南口が廃止され、中央口と西口になったが、バスの表記は北口、南口がまだ使われている。南ロータリーは、 降下した半分ほどまで入り込んでいる。中期な着物は西部バスが運行。北ロータリー南ロータリー北口ロータリーの完成以前はという発着の仕方があった。ありがとうございます。